皆さんこんにちは、プラケです。今日も爬虫類飼育初心者のレオパ繁殖日記やっていきたいと思います。ペーさんが3クラッチ目を産卵後24日目になりました。今までの周期、1クラッチ目と2クラッチ目の間、2クラッチ目と3クラッチ目の間だと、23日とか24日でね産卵をしてたんですけど、今のところですね、今回産卵する気配はありません。3クラッチでもしかして終わりなのかなとかもね、ちょっと思ったりとかもするんですけど、他の人の話を聞いていると、産卵の周期もちろんね、ずっと同じ子もいるし、逆にね、すごく急に長くなったり短かったりと、ばらつきがある子もね、いるみたいなので、一応ね、常にね、ペイさんの行動というか様子はねよく観察して、産みそうであればしっかりねちゃんと産んだタイミングで卵を見つけられるようにしっかり観察していきたいと思います。あとはね、卵を産む時にね栄養がしっかり取れるようにカルシウムパウダーとかをねしっかりつけた餌をねあげていきたいと思います。で、現在のペイさんのお腹の様子なんですけど、こんな感じです。どうですかね、卵があるっていう風に見ればあるようにも見えますし、なんかもう3クラッチで終わりなのかなって思えばないような気もするんですよね。どっちなんだって話なんですけどぶっちゃけね、わからないっていうのが正直なところです。とりあえずね、4クラッチ目も産むと想定してね、しっかり産卵の準備だけ整えて、あとはねなるようになるということで待っていたいと思います。はい、それで4日前に生まれた2クラッチ目のベビーたちなんですけど、ルーナとホーチーですね。で、これルーナなんですけど、3日目にしてちょっとね白っぽくなって脱皮の兆候が見られました。で、これが来て朝お店に来てね見た時の映像なんですけど、しばらくしてもう一回お昼過ぎぐらいかな見てみたら、まさに脱皮の真っ最中でした。今ね顔だけ向けてるような状態ですね。なんかねペコロの場合は生後6日目ぐらいかな、5日目か6日目ぐらいだったんで、ルーナはね、3日目で脱皮してくれたんで、ちょっとペコロの時よりは早いですね。この辺もやっぱり個体差がねあるんですかね。で、しばらくねちょっとこれ動画は撮ったんですけど、ちょっとね見られてると落ち着かないかなっていうことで、少しね脱皮の様子を観察させてもらって、ほどほどなところで撮影は切り上げました。後でね確認したら、初めての脱皮もね上手にルーナさんできてました。でですね、もう一匹のホーチーなんですけど、ホーチーはですね特に脱皮の兆候も見られず、白くなってるね感じも全然ないんで、まだねどうやら脱皮はしないようです。孵化のタイミングはねほぼルーナとホーチー同じだったんですけど、脱皮のタイミングっていうのはねやっぱりそれぞれ個体差があるようですね。なので、とりあえずホーチーはもう少しね脱皮待ちということで、一応このシェルターの中にもね水分を少し足しておきました。それで1日経って今朝ですね、ルーナが脱皮をね完了したということで、今日うんちしてるかなと思ってケースの中を見てみたんですけど、まだねルーナうんちはしてなかったようです。とりあえずねご飯をあげる前にルーナはうんち待ちっていう感じですね。で、ついでにねホーチーの方もちょっと脱皮してるかなと思って見てみたんですけど、脱皮をしてる様子はないんですけど、うんちをしてるんです。あれ、脱皮しなくてもうんち先にするとかあるんですかね。うんちしてるんですよね。脱皮を多分してる様子はないと思うんで、とりあえずねホーチーは脱皮待ちっていう感じですね。でね、こちらが今朝のルーナですね。昨日脱皮を終えて、だいぶ模様というかねバンドの色抜けもしてきて、
頭もね真っ黒だったんですけど、だいぶ薄くなりましたね。グレーっぽく今はなっています。本当にねレオパのベビーっていうのは模様がどん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 変わるので、これからねルーナがどんな感じの模様に変わっていくのかね、体の模様は出るのか楽しみですね。でこちらが脱皮待ちの、脱皮はしてないけどうんちをしたホーチーです。ホーチーはねとりあえずまずはね脱皮をしていただいて、まあ、うんちは、まあ、どうなんだろう、うんちしたからねご飯あげてもいいのかもしれないですけど、もしルーナがうんちしたらね一緒に餌やりをしてみたいと思います。まあ、そちらの様子はまたね動画にしたいと思います。とりあえずねまずは1回目の脱皮を無事終えてくれることを願っています。はい、そしてついでと言っちゃなんですが、ワンクラッチ目に生まれた第1号ベビーペコルですね。ペコルは本当に今ねもう 10g になってるんで、まあ、第2号3号ベビーのねルーナとホーチーのまあ倍以上体もありますんで、だいぶ体もしっかりしてきました。まあ、ペコルの成長の様子はですねプラケのレオパ育児日記の方に上げていますので、もし暇な方はよかったら見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで最後はベビーがね3匹になったプラケのベビーのねちょっとメンテナンスの様子をね早送りで見ながら終わっていきたいんですけど、まあ、ペイさんがね、まあ、3クラッチ目産卵して24日経ったんだけど、まだ4クラッチ目がねまだ生まれないということで、まあ、今後どうなるのかっていうのをしっかりね観察していきたいのと、まあ、そろそろね、まあ、ルーナも脱皮したということで、まあ、おそらくもう近々ねホーチーの方も脱皮すると思いますんで、まあ、それでうんちをね確認できたら、まあね、なぜかねホーチーはうんちを先にしましたけど、まあ、餌やりもしていきたいと思います。まあ、そうするとね本当にペコル含めてルーナホーチーとね毎日餌やりするのがね増えて嬉しい限りなんですけど、まあね楽しみながらちょっと大変ですけどね、あのまたね育児をしていけたらと思います。そちらの様子はどうしようかな。まあ、ペコルはねとりあえず育児日記続けようと思うんですけど、ルーナとホーチーはちょっと今のところどうしようか検討中です。どうでしょうか皆さんね、まあ、定期的にルーナとホーチーの成長ぶりも見たいなって人がいたらぜひコメントください。はい、というわけで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。